皆さんこんにちは、遠藤です。今日のポイントは主力一段高2万6000円は通過点です。ということで11月16日月曜日、今日の取引が終わりました。今日の日経平均株価終わり値は25,906円93銭、前週末比プラス521円06銭、大幅な反発となりました。まずは5分足チャートに切り替えて今日1日を振り返ってみてみましょう。こちら5分足チャートになります。前週末、金曜日ですね、アメリカニューヨーク市場大幅高、特に S&P500 は史上最高値を更新と、これらのことを受けまして日経平均もプラス266円82銭と、大きく上昇ですね。25,652円69銭、S 級値25,480円28銭を難なく突破してのスタートで、その後はですね、新規買い、または売り方の買い戻しですね、によって上げ幅を広げる展開となりました。ですぐにプラス300円からプラス400円をつけ安値を切り上げながら、前引けは419円43銭高の25,805円30銭で終えました。で、5番はですね、このように一段高ということで25,857円08銭と、一段高で始まった後は25,800円台をこのように割り込むことなく下値サポートが起動して、揉み合いながらも521円高の25,900円台プラス 2% と大きく反発、ほぼ寄り底陽線次元で大引きを迎えまして、日経平均は1991年6月以来の高値をさらに更新をして終えたということになります。で、このように分足チャートから見てもですね、この上昇の流れ、このトレンドが続くことで2万6000円は一旦の通過点と見ることができるのではないかというふうに見ております。今日のポイントであります日経主力一段高と、で2万6000円は通過点について、次の日足、週足、月足を見て進めていきましょう。まずは日足チャート、こちらです。現在ローソク足は緩やかな上向きの25日線の上に、緩やかな上向きの75日線の上に位置しておりまして、トレンドは上昇となっております。一目均衡表は三役好転中、そしてマックディはゴールデンクロス中、今日で9営業日目買い目線となります。で、各移動平均線との乖離がですね、大きくなってきてはいるんですけれども、分厚いですね、下でサポートが機能しつつありますので、この上昇の流れは今後も押し目を作りながらも続いていくと、このようにですね、押し目を作りながらも続いていくと見ておりますので、早ければですね、明日2万6000トライルであろうということで見ておりまして、この2万6000円の頃は単なる通過点で、さらなる高値2万7000円台、そして2万8000円を目指した動きになっていくのではないかというふうに見ております。で、今日ですね、一段高ということで出ておりました中でもですね、日経主力銘柄で見ますと、例えば8035東京エレクトロン一段高ですね、これは 5% 高、日経主力が 5% 高、ものすごいことですね。で、そして、ホンダもそうですが、7269見てみましょうか。スズキ、こちら 4% 高、直近高値をさらに更新ということですね。あとは9983、超大型でいうと85,970円で終えております。9983、ファーストリテイリング、ユニクロですね。これも 3% 高、日経企業と大きく影響していると。6902はどうでしょうか。デンソー、こちらもですね、直近高値をブレイクということで、これは 2.5% 高、まだまだ他たくさんありますけれども、一段高となった銘柄はたくさんあります。で、これらのように大型がいよいよ始動したと、まだまだ売り算も多くですね、波打ちながらも需給の関係からさらなる高値を見に行くことができるのではないかというふうに見ております。次に週足チャート、日経平均の週足チャート見ていきましょう。こちらになります。こちら週足チャートになります。週足は、先週ですね、お伝えしましたように、この2万4000円どころから2万4200円どころにある上蓋、これを
ブレイク、先週ですね、ブレイク、しまして、そのまま大きく、まあ、上昇ということになっております。マックDはゴールデンクロス中、そして一目均衡表三役好転中となります。目線は引き続き買い目線と言えます。月足チャート切り替えてみています。で月足チャート、緩やかな上向きの24ヶ月線の上に色遅く足が位置しておりまして、マックDはゴールデンクロス中。そして月足はですね、あの一目均衡表が日足のように逆転から好転とまだなっておりませんが、まあ、変化するタイミングということで、日足週足同様買い目線といっても良い状態。また週足同様にですね、この月足チャートで見ると移動平均線によるこの支えですね、下値支えがありますので、下値は固く2万6000円を捉えて終わりではなく、今後の上昇、さらなる上昇が期待できるようではないかというふうに見ております。以上から今週の日経平均の上下のめどとしましては、上値めどは2万6000円も間もなく2万6000円ありますので、その上にある2万6500円どころということで見ております。で下値めどは2万5000円と、2万4000円から切り上げて2万5000円というふうに見ております。さて皆さん、デイトレードについては今日いかがでしたでしょうか。日経平均は大きくプラスということで 2% 高に対しまして、例えばデイトレ銘柄で言っても数で言ったらマザーズ数見てください、逆ですよね、マイナスとなっております。マイナス 1% ということで大きく下落をしているということになります。で中でもですね、これまで盛り上がっていた銘柄たくさんありますけれども、資金がだいぶ抜けてきているということになります。で今お伝えしましたマザーズだけで見ますと、そうですね、7356レッティ 20% 超もの反落ということになっております。あとはマザーズでいきますと4475変 17% 安、4448、皆さんの好きな方いらっしゃったんじゃないでしょうか、チャットワーク、これはストップ安の 22% 安、ストップ安です。4497ロゴガイド、こちらもストップ安、上場来の安値を更新しているマザーズ銘柄です。4014カラダノート、まあ、上場したばかりですね、盛り上がって2600円をつけて、11月9日つけましたけれども、今は今日は1596円で終えていると、 9% 安ということになります。7094、まあ、最後これ見てみましょうか。ネクストン、これもですね 4% 安ということで、じりじりとこのように、まあ、下げ幅を拡大しつつある銘柄、今日ストップ安をつける銘柄などあります。まあそうですね、今日デイトレにおきましてこれらの銘柄をやっている方いらっしゃると思いますけれども、ロスカットしないというやり方の人ですとか、逆張り志向の人は今日はかなり大きくやられていることと思います。必ずチェック項目守りながらですね、日々デイを頑張っていきましょう。まあ、とにかくルールを守ってやっていけば大きな損失にはつながらないということになります。まあ、むしろプラスということになるということです。で明日17日はですね、デイトレ生放送日となります。現在監視は12銘柄ほど見ておりますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。銘柄目、簡単に冷やしてパッ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 と見ていきますので、こちらも見ていきましょう。まず一つ目、今日ストップ高つけました、マザーズですね、6081アライドアーキテクツですね。そして二つ目、6897ツインバード、こちらもストップ高です。三つ目、7779こちらマザーズのサイバーダイン、強かったですね。4つ目、3856 A バランス、こちら東証2部です。5つ目、5212、またまた来ました富士ガラスです。そして次、6銘柄目2929東証2部のファーマフーズです。7銘柄目3683サイバーリンクス、8銘柄目2150のマザーズのケアネット、9銘柄目6254野村マイクロサイエンス、10銘柄目6666リバーエレテック、こちらジャスタックです。11銘柄目6407 CKD、 そして最後12銘柄目6255マザーズの NPC となっております。以上12銘柄を明日用として監視をしております。相変わらず PTS の関係でまた入れ替わりになるかもしれませんけれども、今現在はこの12銘柄を監視しているということになりますので、皆さんもぜひ、冷やしチャートにてチェックしてみてください。本日はここまでといたします。
皆様のチャンネル登録と今日参考になったという方、ぜひ高評価ボタンお願いいたします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは失礼いたします。